空間次元を模式的に表した図。次元は空間の広がりを表す一つの指標である。座標が導入された空間では、その自由度を変数の組の大きさとして表現することができる。ことから、要素の数、自由度として捉えることができ、数学や計算機において、要素の配列の長さを指して、次元ということもある。自然科学においては、 物理量の自由度として考えられる要素の度合いを言い、物理的単位の種類を記述するのに用いられる。直感的に言えば、ある空間内で、特定の場所やものを唯一差し示すのに、どれだけの変数があれば、十分か、ということである。例えば、地球は三次元的な物体であるが、表面だけを考えれば、緯度、経度で位置が指定できるので二次元空間であるとも、言える。 しかし、人との待ち合わせの時には、建物の回数や時間を指定する必要があるため、この観点からは我々は四次元空間に生きているとも、言える。超立方体小八方体は四次元図形の例である。数学と無縁な人は、小八方体は四つの次元を持つというような、次元という言葉の使い方をしてしまうこともあるが、専門用語としての通常の使い方は、 小八方体は次元4を持つとか小八方体の次元は4であるといった表現になる。また、転じて次元は世界の構造を意味することがある。ディメンションの訳語として次元という言葉が初めて見られたのは1889年の藤沢力太郎による数学に用いる字の英和大訳辞書と言われる。私たちの住む世界は 教示的には三つの向きへの広がりを持った実三次元的な空間だと捉えられる。また、時間は一方向的な実一次元的物理量だと考えられ、ニュートン力学では空間と時間は相互に独立な物理概念として取り扱われる。一方、相対性理論では高速を通じ時間の尺度と空間の尺度とは結びつけられ、 符号の軽量が入った実与次元の空間において、現象が記述される。ただし、ミンコフスキー空間においても依然として、時間軸は、他の3つの空間軸とは、性質の異なるものとして捉えられることに、注意しなければならない。コンピュータ言語において、添え字で指定できる一連の変数を配列というが、一つの配列で独立して指定できる添え字の個数を、 配列の次元という、配列参照。ある量体系に含まれる量の次元とは、その体系において、独立な基本量のべき乗として表したものである。特に、国際量体系に基づく場合は、独立な基本量として七つの物理量が定められている。数学では、次元は、様々な数学的対象について異なる方法で定義されている。例えば、 などが挙げられる。次元の概念は多様であるが、基本は、ユークリッド空間 RN の次元が N となることであり、局所的に RN である空間の次元が N に一致することである。現代的な次元の概念は、古典的な図形の幾何学が、ユークリッド空間内の天襲合論として、一般化される19世紀末から20世紀初頭に、かけて、バンカレやブラウアーを放課として、 メンガーや、ウリゾーンらの手によって、過分な距離空間に対して定式化された。区別のために被覆次元と呼ばれる。この次元の概念はルベーグによれば、過分距離空間 X の2意の有限回被覆に対して、高々次数 N1 の細分が取れるとき、X の次元は、高々 N であるとして述べられ、X が高々 N 次元かつ高々、N-1 次元でないとき X は、 n 次元であると定義される。例えば、被覆次元が0であるというのは、各点が平かつ平なる金棒を持つことであると述べることができる。そして古典的な意味で、次元 n である、ユークリッド空間 RN は、被覆次元の意味でも n 次元になる。あまりにもかけ離れた考え方、技量、性質を形容する際に、次元が違うと表現することがある。特に、 量の違いではなく質の違いがあることを指して全く別の要素を取り入れないと理解できないということを意味することが多い。かけ離れていることを意味する次元は多くの場合で世界に置き換えが可能である。SF やファンタジーなどの創作作品においてしばしば用いられる次元はそれぞれの世界に働く根源的な要素の集まりのことを指すことが多い。 転じて、ある根源的な要素を基調とする世界のことも、次元と称されることもある。根源的な要素という意味の次元には、ある世界に存在しない全く異なる要素も含まれる。そのような要素を持っている世界と持っていない世界とでは、世界の仕組みや過ごし方が全く異なる。このため、世界の根源を成す要素が異なる、世界同士は、異次元世界と呼称される。 例えば、我々が過ごしている三次元空間の世界では、空間内を動くことによって移動が行われるが、魔法などによって移動が行われる世界では、我々の過ごす世界と根源となる要素が大きく、異なっていると考えられる。このような場合において、双方の世界は異次元である、双方は異次元世界であるなどと表現する。また、異次元世界という用語は、 異なった根源的な要素による世界という意味の転用として別世界、別天地、異世界、パラレルワールドなどとほぼ同義に用いられる。次元という語は視覚メディアなどで提示される架空の世界を現実の世界から区別する用語として使用されることがある。具体的には奥行き情報を込めずに構成される架空世界を二次元世界。 物理空間における現実世界を三次元世界と呼称することがある。また、漫画やアニメーションのキャラクターなど、伝統的に平面的なメディアの上で視覚化されてきたキャラクターを二次元キャラクターなどと呼ぶことがある。文字コードにおける次元とは、符号か文字集合内の符号点をいくつかの組に分けて示すときの組の数を言う。古くは、 イビシーディックやアスキーを示す際に、その表を16文字ずつ程度に区切って、並べたりするなど、自然に二次元として扱っていたりしたものであるが、使用書中における記述として、例えば A のコードを4、1といったように記したり、ジス X0208 などで、区てンという概念と用語が使われるなど、明確に階層的なものが使われるようになっていた。一方でユニコードにおいて、 符号位置を示す整数、ユニコードスカラ値は、その名の通り一次元のスカラ値である。ユニコードは、そのように一次元の符号点を定義する一方で、1980年代、当初からユニコード関係者内外から指摘されていたような理由により、漢字において、スリー・ディメンショナル・コンセプチュアル・モデルというものを導入する必要が生じた。つまり、 符号位置を表現する座標の次元とは直行する軸があるというものの一つであるイディオグラフィックバリエーション、セレクターズで選ばれるものである。このような事情などもあり、講述するように ISO1646 では次元の構造が強調されることとなった。このような組及びそれを元にした次元の概念は、 様々な文字コードの規格に現れており、それらの規格書において、二次元の符号空間は、物理的な二次元の図で、三次元の符号空間は、物理的な三次元の図を使って説明されていることがある。また、各数字は8ビットに収まる256以下、あるいはその半分の128、ISO2022K のように96や94のこともある。 ISO, IEC 1646における次元。このような意味での次元の概念を最も整備された形で企画書に明記しているのは ISO, IEC 1646である。ISO, IEC 1646の企画書では以下のように記述されている。その結果 ISO, IEC 1646での不合一は群。 面、く、点の4つの要素から構成されるが軍が零零軍であるときは軍の記述をさらに零零軍において面が零零面であるときには軍だけでなく面も省略して表記されることがある ISO, IEC1646 のこのような構造はユニコードを取り入れて大幅に内容が変わる前の DIS1646 第一般からのものである ISO, IEC1646 の企画書では、このような構造を空間的な3次元の図にして説明を加えており、各面の詳細なコードマップを2次元の図にして説明を加えている。ISO, IEC2022 における次元 ISO, IEC2022 に準拠した図形文字集合には、シングルバイトの文字集合と、 複数バイト文字集合があるが、複数バイト文字集合も、単に一次元で表される巨大な符号空間が存在するのではなくは94文字集合、または96文字集合を複数組み合わせる構造を持っており、これを次元と呼ぶことがある。なお IS、ISO、IEC2022 準拠の文字コードのうち、 c n s 一万千六百四十三や j i s x 零二一三のような複数の面を持つものは、規格自体は複数の面を持つ三次元であるが、i s o i e c 二千二十二の国際登録簿には二次元の個々の面ごとに異なる登録番号で登録されている。様々な文字コードにおける次元アスキーや i s o i e c 六百四十六のようないわゆる シングルバイト文字コードを特に一次元の文字コードと呼ぶことがある。ありがとうございます。